ダニューブウィングスはかつてスロバキアのブラチスラ橋を拠点とする格安航空会社 VIP ウィングス株式会社が運航していた定期航空便及びチャーター便のブランド名だった VIP ウィングスは2013年11月に業務を停止し2014年7月に倒産した VIP ウィングスは2002年からエアタクシー事業を手掛けていた VIP や有限責任会社を母体に、トレンチン氏のチャーター便専門会社、シーグルジェット有限責任会社を、吸収合併して2008年11月1日に、発足した。株主の内訳は公開されていないが、役員を務める由来ポールのジップで、ゾーストルナバ会長の実業家、ウラジミール・ポールの参加にあると見られていた。 フランス製ターボプロップ機の ATR72 型機3機を導入し、ダニューブーイングスのブランド名で2009年から定期便の運航を開始した。ブラチスラバ空港とコシツェ空港、ポプラトタトリ空港間の国内線のほか、スイス、イタリア、クロアチアなどとスロバキア国内3空港を結ぶ定期便を呼び、チャーター便を運航。また、イタリアでは国内線も運航した。 かつてブラチスラバ発のブリュッセル、ダブリン、マンチェスター、ロンドン便も運行していたが、ブラチスラバ空港の使用料支払いをめぐる問題で一時、運休した。運行開始後、年間7から8万人の乗客を輸送し、ATR72 型機を一機追加購入した2012年度には12万2800人と、初めて10万人を超えたが、資金繰りが悪化して、 翌2013年11月20日に業務を停止。賃金未払いを訴える従業員の訴訟が相次ぎ、いくつかの訴訟では、従業員側の訴えを認める会社側敗訴の判決が出たものの、一切支払いに応じないまま2014年7月16日に破産申請を行って倒産した。2010年1月2日には、ポプラとタトリ空港で、 スロバキア国家警察隊国境外国人警察局の警察官が保安テストのために一般乗客の手荷物に隠した爆薬の一つがダブリン行きのダニューブウィングス8230便に誤って積み込まれ手荷物の持ち主のスロバキア人がダブリン到着後アイルランド警察に誤認逮捕される事件が起きたチェコ航空のウェットリースありがとうございます